マーベリックはアメリカ合衆国のテレビ映画。1880年代のアメリカ西部を舞台にお金は大好きだが揉め事を嫌い、拳銃や暴力よりも話術でトラブルを切り抜けるギャンブラーが活躍する物語。モノクロ作品。制作はワーナー・ブラザース。ジェームズ・ガーナーとジャック・ケリー一択みなカード裁きと度胸と基地で西部を渡り歩くブレッド・マーベリックを 主人公にスタートして、それまでのテレビ西部劇の型を破って、口の達者な西部男を主人公にした、軽妙なドラマ作りが受けて、アメリカでは5年続くシリーズとなった。そしてジェームズ・ガーナーの出世作でもある。スタートして、すぐに、主演のガーナーの撮影スケジュールの遅れから途中で、マーベリック家の次男バートが登場し、第1第3シーズンは、 長男ブレットと次男バートが活躍するエピソードが交互に放映された。第3シーズンをもって、ブレット役のジェームズ・ガーナーが降板したため、第4シーズンではサンラン・ブレントが登場し、第3シーズンから出演していたいとこのボート・バートを含めた3人となったが、翌第5シーズンでは、バート単独の物語となり、コメディの要素がより強くなった。 1994年にリチャード・ドナー監督、メルギブソン主演で劇場用映画としてリメイクされ、オリジナル版でブレッド・マーベリックを演じたジェームズ・ガーナーも出演した。アメリカでは、ABC テレビで1957年9月22日から1962年4月22日まで放送され、前後シーズン124話で終了した。その16年後、 1978年9月3日に t v ムービーでニューマーベリックが放映されてジェームズ・ガーナーとジャック・ケリーがそのままの役で出演しさらに1981年秋から t v ミニシリーズとしてブレッド・マーベリックがジェームズ・ガーナー主演で18話制作されて放映されているジャック・ケリーも1話だけバート役で共演している 日本では1961年5月から1962年3月まで、ネットの毎週水曜20時21時で放映されたが、第2シーズン以降は日本では放送されていない。その後、再放送はなかったが、およそ50年ぶりに2014年7月に、新プリントに新規字幕をつけて、衛星劇場にて放送された。ありがとうございます。